ススマンは、ロシア連邦のマガダン州、ススマン地区に位置する都市である。ベレリョフ川とススマン川の合流地の近くに位置する。ススマンという地名は、エベイン語で、吹雪や地吹雪を意味する。これ今道路が通り、マガダンをはじめとする多くの町に、バスが通っているほか、レンドリースポーに基づくアメリカによる、航空機供給の重要な経由地となった、ススマイ空港があり、 マガダンまでの航空便も運航されている。中心部1929年に初めて地図に登場し、1932年にベレリョフ川とススマン川の両方の流域で砂金が発見された。1936年の夏にススマン川沿いにエルゲンの農場の一部として、ソ連内部人民委員部ダリストロイにより農場の建設が決定した。 それに伴って1937年から本格的に村の建設が始まり、8月にはマリジャク鉱山の最初の金鉱が開かれた。1938年にはダリストロイン・ニオリススマン西部工業公社が組織され、マリジャク、ウダルニク、スタハノベチの3鉱山の本部となり、マガダン西部地区での工業の中心となった。1949年から1956年の アイダはソ連最大の強制収容所の一つであるザプラグ収容所が設置され、主に金の採掘に従事した。そして1964年にロシアソビエト連邦社会主義共和国最高会議の決議によって都市へと昇格した。起承1991年に人口は最大の1万8000人に達したが、1990年代後半から2000年代初頭にかけて 急激に減少した。2002年に極北地域の社会的再編の試験的事業に関する条項が施行され、人口の流出は穏やかになった。ありがとうございます。